あ、本当に1億円あるんだったら、まあ、それはあの置いといて、借り入れて、まあ、3000万4000万ぐらいのところをやればいいんじゃないですか。フランチャイズ加盟か転職か。はい、これはヤフー知恵袋でね、はい、まあそんな質問がありましたね。フランチャイズに加盟するか転職するか悩んでます。資金は1000万強です。悩むぐらいなら企業はやらない方がいいな的な回答は結構ですって言うんですけど、これだけでどう回答するかっていうのもあるんだけど、一般的にはこういう疑問を持つ人が多いのかなと思って言いますけど、まあワークマンがいいんじゃないですかみたいなで終わっちゃうとこもあるんですけど、本当かどうしようか分かんないけど、フランチャイズ加盟は1000万だとちょっと少ない気がします。もう少し確保しておきたいところですね。そしたらこの方が預貯金は1億円ぐらいありますって言うんで分かんなくなるんだけど、まずそのフランチャイズをやるのに1000万円じゃ少ない気がしますっていうふうに、これはあのやっぱり一つ利がある回答で、まあ、1000万円ぐらいでやれてしまうフランチャイズっていうのはあんまりいいところがないですよってことを言ってるのね。コンビニだったらそういうのはできるけど、まあ武田塾は1000万円でできますけど、もうちょっと初期投資がかかるところに行けばあのもう少し安心できるフランチャイズがありますよってことを言ってるんだと思いますけど、自分で書かれてる悩むぐらいなら起業はしない方がいいですねっていうのにしか思わないですけどね。ただ聞いてる方の中で本当に普通にこういうふうに悩む方もいるのかもしれませんけど、もうやっぱり起業するとしたらもうこの起業するっていうふうに決めないといつまでも転職じゃないかなって僕は思いますけどね。アドバイスをするとしたら1億円あるんだったらなんかやっちゃえばいいんじゃないですかね。1億円あるのかね。まあなさそうだけど、なさそうだけどね。だけどこれこの話を本当だとするならフランチャイズで失敗したところで大丈夫だと思うんで、本当に預貯金が1億円あるならやっちゃえばいいと思うし、悩むなら転職しつつサイドビジネスでできるフランチャイズに加盟すればいいんじゃないかなとも思うし、まあ、本当に1億円あるんだったら、まあ、それはあの置いといて、借り入れて、まあ、3000万4000万ぐらいのところをやればいいんじゃないですか。そういう選択があると思いますし、まあ、あとはもう本当やっぱり起業するっていうのリスクをいろいろ考えてるって言っても、もうある意味起業っていうのは背水の陣という言葉がありますけど、まあ、そういう感じでみんな起業するんですよね。海水の陣っていうのは間に川があって敵が強いから川のこっち側にいるっていうのをあえて川の向こう側に行って、だからこそパワーが出るみたいな、そういうところから海水の陣って言葉来てるんですけど、そういう状態でみんな最初は起業するんですよね。もうそういう話を聞いて川の向こう側に行かない人は僕はやめといた方がいいっていう派ですよね。ネタが本当かわからないですけど、こんなヤフー知恵袋で聞いてるようだったら転職でしょうねそうですねこの質問家で考えるとですね、1ヶ月前ぐらいかな、ウェブ面談をした人で、自己資金は1000万から2000万ぐらいは用意できるんだけど、どうしてもシャトレーゼがやりたいみたいな人。ほー、面白いですね、うん、でシャトレーゼやっぱ7000万ぐらいかかるって書いてあるんですよ。で見ると法人と個人どちらでもいいって、ほう、書いてあったんで、よく可能性はあるんじゃないですかと言ったら、やっぱりそれは個人だからというプランがあるわけじゃないと。その方仙台の方だったんで、秋田にないって言うんですよ、だったらもう秋田でやるのが絶対いいって言ったんですけどね。やっぱり7000万とかかかるものを一番最初に秋田でやって、まあ、シャトレーゼだったらね、大崩れすることは絶対ないと思うんで、目の付けどころはいいし、だからあとはその1000万2000万しかないというのをどういうふうにしたらいいですかというから、僕は一応本部に交渉してみましょうという案を、授けましたね。秋田にないわけだから、はいはいはい、秋田に初進出できるということだったら、まあ、その個別対応してくれる可能性がゼロではないと思う、なるほどね、まあ、大きい会社だからね、なかなか個別対応って難しいのかもしれないけど、500万でっていうわけじゃないじゃないですか、2000万あるんだから、それは後の部分はロイヤリティを上乗せするとかいうことで秋田でやりたいんだってことだったら、これは仙台には何店舗かあるから、仙台でやりたいってんだったらダメだろうけど、やりたい人いるわけだから、ないところでやるんだったらそれでも話が通る可能性があると。あとはもういろんな人にも相談してみて、まあこの場合だったらもしかしたらもう高校まで含めて、高校だって一応4000万まで創業して枠自体はあるんですよ、通常は出ないだけで。まあでもそこまで、含めてお金がないということだったら、まあいろんな形で引っ張れる可能性はあるので、お友達も含めてね、いろいろ相談をしてみて、どうしても秋田でやりたいということであればそれが実現できる可能性があるんじゃないですかっていう話をしましたけどね。今やっぱりそういう時代だと思いますよ。はい。